こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今回、5月1日から5月7日まで、所作のプレゼント企画を行っておりまして、はい、そちらの、当選者発表をしていきたいと思います。やったー。お待たせいたしました。皆さん、たくさんのコメント、ありがとうございます。発表の前にどういったものをプレゼントさせていただくかをもう一度ちょっとおさらいでご紹介してもらいたいと思います。はい、こちら所作のアイテムになりまして、一枚革を使ってファスナーもボタンも使用していないものになります。で、今3つアイテムをお持ちしたんですけれども、2つ折りのお財布、長財布で、こちらが名刺入れですね、と同じような大きさのコインケースもございます。はい、この中からお好きなカラーとお好きなアイテムを選んでプレゼントをさせていただく3名が今から発表となります。緊張ですね。はい、いや、すごい面白い企画がたくさんあったので、うん、そうですね、はい、もうすごいワクワクしながら皆さんのコメントを見させてもらいました。今回当選されなかった方でもすごい面白いなっていう企画がいっぱいあったので、はい、参考にさせてもらいまして、面白い動画をこれからね撮っていきたいなと思います。はい、では発表に移りたいと思います。はい、では1人目、ダダ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 じゃん、ちーちゃんさんです。はい、ちーちゃんさんは理想のカバンの中身紹介と現実のカバンの中身紹介を提案してくださいまして、私が知ったきっかけがフリースピリッツさんのカバンの中身紹介だったのですが、やはり使っている小物やバッグもこれで揃えたいとか、理想のカバンの中身を作ってもらえたら嬉しいです。もちろん実際のカバンの中身もしてほしいです。旦那の持ち物の参考にもしたいので、ぜひ男性スタッフさんもお願いします。そうしたらたくさんの革小物が見れるなと思いました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。素敵なネタをもらいました。はい、今までね、ワッツインマイバッグとかをやってたんですけど、はい、確かに理想のっていうのがなかったので、すごい面白いなと思って、うんうんうん、こちらちーちゃん様に当選させていただきました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、では2人目を発表していきたいと思います。はい、ダダダダダダンダダン、ちょっとなんてお呼びしたらいいかわからなかったんですけども、はい、この方です。 WYATTLLOYD さん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。提案してくれた動画のネタが、店員さん一人ずつ革を作ったケースを作る、例えば絶対売ってないようなヘッドホンの革ケースだったり、スマホケース、ガムボトルのケース、何でもいいので店員さんそれぞれが楽しみながら革の製品の緻密さや作ることの難しさをアクティブに伝えていただけると、見ている側としてもすごく楽しめるんじゃないかと思いますね。僕は普段フリスピリーさんの動画を見ていて、普通に商品紹介するのではなく会計する時の所作を意識した動画にすごく関心を持って、自分がもし買ったらこういう風に使いたいなと思うんですよ。そういうのと同じで、やっぱり店員さんが楽しそうに作っていたりしたら、僕たち視聴者側も、あ、こういう風に作るんだなとか、革製品ってすげえなって思えると思いますね。すごくいい革製品を扱ってらっしゃるので、この企画以外でもっともっとフリスピさんの扱う革製品を楽しむ人が増えるといいですね。 YouTube 難しいと思いますが頑張ってくださいね。おー、ありがとうございます。かなり熱いメッセージをいただきましたね。はい、愛を感じました。はい、以前までは、参加型っていう形でお客様にワークショップで商品を作っていただいたりとかしていたんですけど、うん、まあ、ちょっと、ね、難しかったりもするので、はい、まあ、店舗スタッフとかでまたこう作りたいものっていうのを作ってっていう風に職人さんにもお願いしてみたいなと思って、うん、まあ、この方をお選びさせていただきました。楽しい企画ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では最後、はい、本当に最後のこの3人目の方をご紹介したいと思います。はい、
ルーキー様ですね。ルーキーさん、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ルーキーさんは視聴者、店舗に来ていただいたお客様参加型財布作り、財布以外でも構いません。オリジナルブランドを持つフリースピリッツさんならできるのではないかと思います。財布であれば長財布、2つ折り、コンパクトなどのジャンルから、革の種類、カラー、札入れ、小銭入れ、カードポケットなどパーツ別で投票などで決定し、1つの製品を作り上げていく。全員が納得するものは難しいと思いますが、魅力的な作品が出来上がる気がします、とのことです。はい、ありがとうございます。はい、あとね、すぐには難しいかもしれないんですけれども、うん、はい、うん、ちょっとこう夢があって楽しそうだなって思う企画だったので、はい、うん、ルーキー様にお選びさせていただきました。はい、今後あの職人さんとかと話し合ってお作りできたらいいなと思っています。うん、はい、ワクワクしますね。はい、はいはい、ということで、はい、今回はこちらの3名様、うん、にご当選という形になりました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、こちらの当選者の方にはメールで詳細をお伝えさせていただきますので、ご連絡お待ちください。はい、ありがとうございます。ではありがとうございました。ありがとうございます。